はい、皆さんこんにちは。今回は、ベクトルの問題を、1個持ってきました。この問題は高校の、教科書の例題ぐらいの、内容の知識が、一通り、これ復習できるので、いい素材だなということで持ってきました。で今回はですね、二等辺直角三角形 OAB があって、M は OA の中点、N は OB の3等分した時の B に近い方ということにして、ANBM の交点 P について、APB という角度、ここをシータと置いた時にコサインシータを求めなさいという話です。はい、じゃあ、方針ですけれども、とりあえず2次元の今話ですので、2本のベクトル、基本的な、ね、扱いやすいベクトルを2本、設定していきましょう。でこれは自然に、ね、この OA と OB を基本的なベクトルということで、 OA をここですね、 OA をスモール A、この OB をスモール B というふうに置いてあげましょう。で、まず最初にやるべきことはこの OP ですね、今ここの話しているので、OP の情報が絶対に必要になるはずなので、OP を、この AB を使って表しましょうというのが最初にやることです。でその後、P の情報が分かったら、例えば PA ベクトルとか PB ベクトルなんかもこれ計算できますから、あとは、コサインシータっていうのは、ここのね、2本の内積を使って、これ表される公式がありますから、それに従って計算をしていきましょうという形になります。ちょっと今言ったことを書くと、まず、方針というか、最初のやり方として、OP ですね、 OP ベクトルを AB で表す。でその後、P についての情報がゲットできたところで、コサインシータをですね、PA、PB のこことここの内積を、PA の大きさ、PB の大きさで割ったものと、こういう公式がありますから、これで、コサインを計算すると。ということで、まず OP を AB で表して、その後、その情報をもとに、PA、PB の内積、それから PA、PB の大きさを計算して、あとこれに代入したらおしまいっていう形になります。計算する前からもう方針が立つので、あとは、この計算に従って頑張ってやっていけばいいということになります。じゃあまず最初の、OP を AB で表すという計算ですが、これはこちら側に2つ、三角形がありますので、そのそれぞれの三角形について OP を表すというのが、普通のやり方だと思います。まず OAN っていう三角形ですね、 OAN っていう三角形について、この OP ベクトルっていうのはこの OAN の三角形のこの底辺の上にこう乗っかっている形になります。で、こういう時はですね、この内分の比を、S 対 1-S というような形で置いて、 OP をこのベクトルとこのベクトルですね、今考えている三角形の左側と右側を使ってこの OP を表すことになります。 OP ベクトルは1-S 倍の OA ベクトル、そして S 倍の ON ベクトル、こんな形で表すことができます。で今回、いろんなベクトル出てきますけれども、結局ね、スモール A、スモール B で全部表されるはずなので、全部スモール A、スモール B で表します。 OA についてはスモール A と表すって約束でしたからこれになって、 ON というのは、今回その B ベクトルを3分の2倍にしたものになります。なのでこちら側が3分の 2S の B と、こんな形になります。これ A ベクトル、 B ベクトルの、線形結合、ね、A ベクトルの何倍かと B ベクトルの何倍かで表すことができました。じゃあ同様に今度は、こちら側の三角形に注目して OP ベクトルを表していきましょう。OMG、OMB ですね。OMB について、OP ベクトル表すと、これも、ちょっと内分の、比を置きましょう。ここが、T 対 1-T と置きましょうか。そうするとこの三角形で OP ベクトルは、1-T 倍の、OM、そして、T 倍の B ベクトル、OB って書いておきましょうか。
そうすると OM というベクトルは、A というベクトルの半分になりますので、これに2分の1がかかっていると。OB はスモール b のことなので、まあ、こんなふうに書くことができますということになります。これで OP というベクトルが、まあ、AB を使って2通りに表すことができました。で、ベクトルの、こう表し方ですね。今回スモール a、スモール b は、もちろんこうね、ゼロベクトルでないし、ちょっとこう違う方向を向いていますから、こう係数比較をして良いことになります。こういう表し方は一通りになりますので、こことここが同じ。そして、この部分と、この部分が同じになります。ということで、1-s イコール 1-t。そして、3分の 2s イコール、t という式を得ることができます。あとはこれを計算すれば、st が、出すことができます。なんかどっか間違ってるな。こっち2分のですね。2分ので、これでいいですね。はい。じゃこの辺はちょっとただの計算なので、ちょっとサクッとやることにして、上の式でこう2倍すると、こんな風になって、t-2s が、マイナス1っていう形ですね。で、こちらの式は、両方3倍すると 2s が 3t という形ですね。でちょっとこう 2s こっちになりますから、この2つを合わせて、t-3t がマイナス1、マイナス 2t がマイナス1なので、t が2分の1っていうことになります。t は2分の1。まあ、t だけ求まればいいんですけど、一応 s も出しておくと、s は、この逆数かけて、2分の 3t という形になりますから、2分の3の2分の1倍で4分の3という形になります。はい、ということで、OP ベクトルどんなふうになりますかっていうと、これはちょっとすみません、こっちになりますね。まあ、どっちかに代入すればいいので、まあ、こっちに代入しましょうか。S が今4分の3なので、こちら代入すると、1-4分の3で4分の 1a。で、3分の 2s のこの s のところに、4分の3代入すると、3が消えて2分の1ですね。2分の 1b という形になります。とりあえずこれが1番の、計算が終わったところになります。で、あとは、OP が出ましたので、これを使って、この2番のですね、こちら側の右辺の部品を計算して、こちら代入してコサインシータを出していきましょう。はい。じゃあ PA、PB それぞれ出しましょうか。まず2番の計算ですね。これもベクトルの基本的な計算で、新しい視点を、こちらが持ってきて後ろ引く前っていう計算をして良いです。後ろ引く前、後ろ引く前ですね。こういうふうに計算していいです。で、OA というのはスモール a。で、OP というのが今回これ計算できておりますから、この部分が4分の 1a 足す2分の 1b という形になります。で、これ a について計算まとめると、4分の 3a という形で、後ろがマイナス2分の 1b という形になります。とりあえずこれで pa が計算できました。はい。じゃあ PB についても同様に計算します。新しい視点を持ってきて B-P 後ろ引く前、こういう計算をして良いです。そうするとさっきと同じで今度はこの式でこちら側が B に変わっているという形になります。なのでマイナス4分の 1A でこっち B なので B-2 分の 1B なので2分の 1B という形ですね。こんなふうになります。そしたらこの後、内積の計算とかをしたいので、ちょっとここ分数少しでくくっとくとやりやすいかと思います。4分の1でくくると、3a-2b ですね。で、こちら側もくくっておくと、4分の1、マイナス a 足す 2b という形ですね。こんなふうになります。はい。そしたらあとそれぞれで、内積と、絶対値を、絶対値というか、まあ、大きさですね。大きさを計算していきましょう。はい。じゃあ、まず内積からいきましょう。PA、PB は、まあ、これとこれをかけたものです。これとこれかけます。まず4分の1は、かけて16分の1になります。
はい、そうすると内積の計算はですね、まあ、こう分配法則っぽく、計算して良いので、それに従って計算をしていきます。まず 3a×-a、という形になるので、マイナス3倍の a の2乗ですね。自分自身との内積は、自分自身の絶対、自分自身の大きさの2乗になりますから、こんな形になります。で、2番目は、3a と 2b の内積になるんですが、これは6倍の ab という形で、その次はこっちプラス2倍の ab という形で、最後はマイナス4倍の、まあ、自分自身との内積なので、こんな形になります。で、ここで ab の内積なんですが、これは AB がもともと直角に設定されていますから、内積0になります。ナス角ね、90度ですので、内積の値0になります。なので、この部分、この部分は、値が0ということになります。はい、そしてですね、ここの、A の大きさ、B の大きさありますが、こちらがね、もともと長さ1と設定されていますから、ここ1、ここも1です。ということで、マイナス 3-4 という形になりますので、マイナス7という形になります。内積は、マイナス16分の7という形になります。はい、であとはここの、ね、大きさを、計算すれば、OK です。はい、じゃあ PA の大きさの、計算をします。PA の大きさっていうのは、要するにここの計算をすればいいですね。ここの、ここ2乗して、まあ、これ自分自身の内積をね、取っていけばいいです。 3a-2b と 3a-2b ですね。これを計算すれば良いことになります。これ入りますか？ギリギリですね。はい、でこれも分配法則っぽく計算をして9倍の aで、さっきやった計算からも分かるようにですね、AB って内積これ0なので、まあ、その2番目と3番目の項はもうちょっと省略することにします。で、最後、これは、プラス4倍の B の2乗と、こんな形になります。で、A の大きさ、B の大きさ、これ1、1だったので、これは9たす4で、16分の13という形になります。ということで、まあ、2乗したらこれなので、PA の大きさは、4分のルート13という形になります。はい、とこれで PA が出ました。で同様に PB も、大きさを出していきます。ちょっとスペースの都合で、ちょっと省略して書きますが、同じような計算をするとですね、16分の 1×1 足す4っていう計算にこれなるはずです。ということで16分の5ですね。そうすると、PB の大きさは、4分のルート5という形になります。こんな形ですね。はい、そうすると、ここまで来ると、ちょっとこっち消しますが、ここのコサインの値が、あとはね、代入して求めることができます。ということで、コサインは、まず PA、PB、ね、内積の値は、これですね。マイナス16分の7で、PAPB の大きさっていうのはもうこちらでね、それぞれ求めましたから、4分のルート13かける4分の、ルート5という形になります。分母分子、16倍ですね、16倍することによって、上がマイナス7、下が、これかけて65ですね、13かけるルート5で65ということで、コサインシータがルート65分のマイナス7という形になりました。まあ、これが今回求めたいコサインの値になります。はい、でですね、今いろいろやってきたんですけど、最初のベクトルを設定するところと、あと OP を表すところでちょっとこの図形を見ましたけど、それ以降のところではこの図形に全然もうタッチしてないんですね。OP を一旦こんなふうにもうここまで計算できたら、あとはこの図形は全然参照せずに、あとはもう形式的な計算で OP を出したから PAPB がそれぞれ計算できる。
PABB がそれぞれ出たら内積も形式的に計算できるし、大きさもそれぞれ形式的に計算できるということで、ここから先の計算はもう形式的に淡々と作業を進めていっただけということになります。はい、この辺があのベクトルの、まあ、いいところでもあるんですよね。まあ、ちょっと計算量が面倒くさい時もあるんですけど、一旦設定してしまえばあとは粛々とね、こう作業をしていけば、計算が出せるので、その辺のところはなんかこう巧みな補助線を引いたりとかっていうのがいらないっていうのがベクトルのね、良さということになると思います。まあ、もちろんあの難しい問題だとベクトルでもどうしようもない場合もあるんですが、ベクトルの一つの良さとして形式的に計算を進めていくことができるっていうことが、分かる問題かなと思います。はい、じゃあ今回はベクトルのね基本問題ということでちょっと扱ってみました。はい、今回はこれで終わります。